こんにちは、茂木和也です。今回はキッチンのカップボードを掃除しましたので、その掃除の仕方の解説をしていきたいと思います。では先にこちらをご覧ください。どうぞ。はい、では解説していきます。我が家のカップボードはパナソニック製ですね。ご覧の通り白のタイプですね。掃除に使う道具ですけれども、ウェーブハンディワイパー伸びるタイプですね。これを使って上の方からホコリを取っていきます。こういったですね、溝、隙間のところもですね、忘れずにしっかりウェーブハンディワイパーを入れていきます。こういった後ろとか隙間とか奥の方も丁寧にホコリを取っていきます。こういったレールのところを忘れがちですけれども、しっかりやっていきます。この奥のところホコリたまりやすいですよね。はい、これでホコリ取りが終わりました。次は拭いていきます。はい、続いて拭き掃除ですね。これも上から拭いていってるんですが、茂木和也のマイクロファイバークロスに白い生ハゲ47倍希釈液をスプレーして拭いていってます。直接カップボードにスプレーするのではなくて、クロスにスプレーして、で十分濡らしてからですね、拭いていってます。なぜかというと、基本的にスプレータイプの洗剤はいくら安全なものとはいえ、目より高いところにスプレーするっていうのはちょっと危険ですので、目に入るリスクが高いですので、目より高いところはそうした方がいいです。はい。で、拭いていきます。はい。それでですね、拭いた後にもう一回二度拭きしてるわけじゃなくて、空拭きしてるんですね。水拭きした後に今空拭きしてます。同じクロスですけれども、乾いてるクロスで空拭きしてます。で今ですね、こういった感じですね、白い生ハゲをクロスにスプレーして湿らせて、もみもみするとですね、全体的になじみますので、それで拭いていきます。やはりホコリ取りもそうですけれども、意識するべきはこの端っこのところとか溝のところとかへこんでるところとか、そういったところですよね。こういったところとか、特に裏側、裏側っていうのはなかなか拭き残りが出てしまいがちなところですので、はい、この炭酸水作るやつ、ソーダストリームですかとか、ポットとかオーブンレンジを洗うときはクロス変えましたね。はい、一応新しいので拭いてます。で、床拭いて、しっかり水拭き、白い生揚げで水拭きしてから空拭きすると。空拭きのタイミングをできるだけ早くやった方が仕上がりが綺麗ですね。で、マイクロファイバークロスは糸くずとかつきにくいんですけれども、完全につかないということはないんですよ。ついてもすぐに空拭きするとその糸くずとか取れますので、そういった部分でも空拭きをすぐにやるっていうのはすごく綺麗に仕上げる大きなポイントとなりますね。はい、いかがでしたでしょうか。特に難しい掃除ではないんですけれども、強いてポイントを挙げるとしたら、基本なんですが、ほこり取りも、水拭きもですね、上から下にという形で拭いていきます。ほこりを取っていきます。あとは溝とか隙間とかはですね、ついつい忘れたりですね、あとはしっかり掃除できなかったりする場所ですので、意識してしっかり拭いてあげると。で、溝とかもそうですけども、溝を上ですね、上、溝のさらにこの上、こう拭いて戻るときはこう上側をこう拭いていくような形のイメージで拭いてあげると、いいと思います。で今回はクロス何枚か使ったんですが、できる限り少ないクロスで拭きたいっていう場合は拭き掃除を上から下と言いましたが、先にですね炊飯ジャーとかポットとかレンジとかそういったところを拭いて、その後に上から下っていう順番にやった方が、気持ちいいですよね。気持ちいいって言いますか、気持ち悪くないですよね。うん、そういうふうにやられた方がいいと思います。はい、それと、今回も白い生ハゲを使って掃除しましたが、特にキッチンを掃除するとなるとやっぱり白い生ハゲがいいわけですよ。何度もお伝えしてきましたが、その理由は無添加の石鹸ベースの洗剤だからということなんですよね。うん、キッチンはちょっと強めの洗剤とか、弱くても洗剤っていうのは必ず合成界面活性剤が含まれてますので、どうしても洗剤残りが気になるところでありますよね。特にキッチンの場合はそうじゃないですか。炊飯ジャーとか電子レンジとか掃除した時に本当にすすぎ、洗剤が完全に取れてるのというふうな不安がどうしても出てくるので、しっかり拭くためにもですね、水拭きをもう1回やるとか2回やるとかする場合もいいんでしょうけれども、やっぱりそれもちょっと大変ですし、最初から洗剤残りしにくいもの、もしくは洗剤残り仮にしたとしても気にならないものっていうか、特に問題にならないものっていうのを使いたいわけですよ。それが白い生ハゲですよね。はい、今回カップボードを掃除しましたが、それ終わってからシステムキッチンの横側、食洗機の扉の方とか引き出し部分のところですね、そこも掃除しました。うん、そこ掃除して最後にキッチンの床を掃除してます。それもですね動画にしてますので、次回解説したいと思います。ということでこれで終わります。どうもありがとうございました。